儲かる不動産を見つけることは実は簡単なんです。じゃあ次です。不動産投資だけで生活できるようになりたいですか？そう、すごいです。ブレーキがかかる。でここでこう差が出るんです。必ず実体価格とこの路線価の価格っていうのは、はい、こんにちは、一発貫太郎を開発した斉藤康之です。はじめまして。私が、この不動産鑑定ツール一発貫太郎を開発したのは、私が不動産鑑定の仕事をしてきた中で、プロの人であれば、まあ、物件の情報をですね、一瞬で大切なものを 見ることができるんですけれども、なかなか初めての人にはどうやったらその不動産がいい物件なのかどうかすぐに見極めることができない、そういった悩みを解決するために、このツールを作りました。このツールを使うことによって、その物件から人それぞれの条件からですね、融資がどれぐらい引けるのかとか、あとは物件それぞれその8つの見るポイントがあるんですけれども、その8つのポイントを一瞬で判定をして、プロと同じ速さでですね、その不動産が買いなのかどうかを見極めることができる、そういったツールになっています。そしてツールの方はですね、自動的に誰でも簡単判定できるようになっているんですが、その根拠ですね、なぜそういったポイントを見なきゃいけないのかとか、そういった理論的なところとか知識的なところはこの特典でつけている物件情報解体新書の方できちんと勉強してもらうことができるので、知識とツールと両方を活用して、不動産投資に役立ててもらえたらなと思います。どう見ても3億の評価は出ないんですけど、なんで3億4千万の評価になってるかっていうと、多分売り主の都合で、売り主の人がこんぐらいコストかけて買ったかって言ったんですね。でも3つ目の質問です。これが一番大事な質問です。あ、今日も勉強したんだよかったです。一発貫太郎を使って誰よりも早く購入を決断できるようになれば、儲かる不動産を手に入れることは簡単です。